じゃあ17個目、18個目、17個目の質問いきましょうか。OK。 ヨシさん、嫌いな食べ物は何ですか？嫌いな食べ物、嫌いな食べ物、やっぱみんな多分結構割合的に多いと思うけど、人参が苦手かな。じゃあ、には人参が苦手。人参は苦手、うん。俺ね、アサリが食べれないんだよ。もうアレルギー。アサリ、いや無理無理無理、アサリ食えないね。アレルギー的なあれで食えないね。なんか気持ち悪くなっちゃう。美味しいとか美味しいとかそういう問題じゃなくて。そうね。臭い女が嫌いですね。あ、じゃあこれ、コウタさん、好きな漫画は何ですか？好きな漫画は何ですか？だって、好きな漫画、好きな漫画か。実はね、ジャニーあんまり漫画っていうのを読まないんだよ。で、まあ最近買った漫画って言えば一番新しいナルトかな。ナルト？ナルト、好きな漫画。一時ナルト見て、うん、見てなかったんだけど、最近なんか楽しいなと思ってから。うん、ナルト面白いよね。俺もあれ、あのイタチが、イタチとサスケがガチンコ兄弟喧嘩するあたりの40何巻ぐらいまではね、すごい好きだったよ。そっから先はもうなんかそんな見なくなっちゃったかな。そう、結構前なんだけどね。最近のはそんな知らないかな。じゃあ俺好きな漫画はね、俺はじめの一歩とキングダムが好きですね。お、はじめの一歩いいね。ジャーニーも好きだよ。はじめの一歩とキングダムがすごい好きです。俺昔漫画喫茶のアルバイトしてたことがあったんでね、結構漫画は詳しいんですけどね。そう、ナルトもう終わっちゃったね。ナルト、あ、もう終わったんだ、ジャンプの方では。うん、終わっちゃったんだよ。今週か先週かな、終わっちゃったんだって。じゃあ18個目の質問いこうか。18個目、もっちゃん、AW は COD の中で何番目の面白さですか？だって、忍者さん的に何番目、何番目、今のところは、うーん、今のところはまだ始めたばっかだから、今のところは1番かな。あの1番っていうよりは、うん、ゴーストと並ぶ感じ。モダン3、ゴースト、あ、でもやっぱりモダン2かな。モダン2、モダン2が一番好きだったかな。一番楽しい、俺、うん、AW 何番目、何番目に楽しいか。てか正しくはその AW 今北米版は若干あれなので、回線とか北米しかないっていう原因で、なんで、まだわかんないって感じだけど、去年もね、ゴーストの北米しかいない時なんて本当にクソゲーだと思いましたからね。最初はやってらんねえなと思いましたもん。あ、打ち負けるから。最初の方クソゲーだと思ったんだ。いや、その、ほんと尋常じゃないぐらい打ち負けるし、サプレッサーつけても威力の減衰、衰退がなくて、全く当時はもうひどかったよ。みんな AK のサプレッサーしかいなくて、ロビー、あー、だからつらかったよ。でも、うん、M27 はなんかあんまり変わってないような気もするけど。じゃあ M27 を最初使ってる人ってほとんどいなかったんだよ。全然いなかった、いなかったんだ、最初の方。全然いなかった。最初はデンクロ使ってる人もいなかったし、あのアンプリ使ってる人もいなかったんだよ。バグでアンプリ使っててもデッサナーショートは一切聞こえないとか、いろいろおかしなあれがあって。ああ、バグね、最初、うん、最初はいろいろやっぱね、あの新作は若干あれなとこがあるんで、それがやっぱ治って2ヶ月ぐらい経ってから、やっぱその本当に名作かどうかが分かるんじゃないですかね、 COD って、って感じがちょっとします。2ヶ月経たないと分からないから、うん、で個人的に一番好きなのはモダン3かな。やっぱ一番やり込んだのもあって、なんか、うん、モダン3楽しいよね。愛着があるんですね。あの、さあ、透明がいなかったらだけど。そうだね、透明とリーコンプロがなかったら、うん、全部のゲームの中で一番好きかな。でもドミネーターの人からしたら、その多分 EMP 回しとかステルス爆撃がうざいのかもしれないですけどね。サーチミンとしてはモダン3が一番、透明とリーコンさえいなければモダン3が一番楽しいと思います。うんうん、じゃあ19個目の質問いきましょうか。ああ、これよく聞かれるね。今、矢財さんって書いてあったかな。銀行さんどうしてますか？矢財さん。これね、答えておく必要があると思うんですよ。うんうん。銀行さん。どうしてんの？あの、銀さん。いや、彼は、その自営業なんで、すごい忙しいので、彼は今本当にいないだけで、あの、12月になったら AW やるよって、のんきなメールがこの間返ってきました。昨日かおととい。そう。そう。お前動画もアップせずに連絡もせずどうしたんみたいな。元気してるみたいな。AW やらんのって聞いたら、あ、12月になったらやるよとか言って。のんきだなのんきだな、こいつだと思って。
って感じですね。じゃあ19個目いきましょう、タイトンさん、okay. タイトンとの出会いを覚えていますか。しつこいなこれ、さっきから10回ぐらい書いてるよなタイトンな。タイトンさんあれ忍者さんタイトンってやったことある？あるある。20個目だって、ね、タクチンさんが、うん、あるけどね、あんまりジャーニー的にはほとんどパッと来ないんだよね、タイトンさんが。まあ弱いからな、タイトンダメだからな。ポイントがないんだよね。いや、タイトンはモダン3では本当に超強くて、あの、覚えてますよ、出会いも。そう、なんか最初俺らランクまでフルパじゃなくて4人か5人ぐらいでやってたら、仲間のタイトンか敵のタイトンか覚えてないけど、めちゃめちゃ強いやついるなと思って、キルカメが本当、もう、キルカメ見るだけでさ、そのワンプレイでその人のレベルってある程度わかるじゃん。わかる。そう。で、それがタイトンが本当、今まで俺が見た全プレイヤーの中で一番うまくて。で、こんなうまい人いるんだと思って、パーティー呼んだらいいですよとか言って、タイトンが来てくれて、カスタムクランタグでふざけてピザつけてくれて。うんうん。で、そっからなんか、うちらと絡むようになって、多分そのノラでやるよりはさすがに俺らと、当時すごい弱かったんだけど俺らは、ノラでやるよりは多分楽しいって思ってくれたのか、うちで一緒にやってくれるようになって、タイトンが。って形でね、ピザクランに入ってくれたっていうのを覚えてますよ。きっとあれでしょ、無駄な武器支援とかカチャ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 するタイプの方でしょ、タイトンさん。そうタイトン泣かないでとか言って、なんかピザクランのコメントが多くなってきてるな。じゃあ21個目いきますか。21個目、結構なんか真面目な質問多いね、なんか COD 絡みの。うん、アフィーネさん、 A ボットのクランの印象はどうですか。めちゃめちゃ個人的な質問来たよ。忍者さんはさ、やったクランの名前とか印象とかいちいち覚えるタイプ、うん、ランクまで覚えないかな。 AW に入って最近はなんかうまいなと思う人は若干覚えたけど、俺 AW の人は全く覚えない。ちなみに A ボットって何？何ってひどい言い方だな。そういう A ボットさんっていうクランがあるんだよ。あ、クランがあるんだ。A ボット。そう、 A ボットさんっていう赤タグのクランさんがあって、でランクまでピザとやったことがあるんだよ、うん、何回か。そう。で、その時に、まあ、知り合った方で。俺、その時の、印象。でも、普通にただ単純に上手い人だな、ぐらいしか思わないですけど、そのね、もう根本的に、その、いろんなクランさんってあるじゃないですか。まあ、なんだ、クラン戦したところで言えば、まあ、名前が知れてるところですと、多分 SDMX さんだったりとか、あと、クラン戦したところで有名なとこって、ああ、まあ、ホーリーグループさんも有名っちゃ有名なのかな。まあ、たこ焼きさんとかそうですよね。まあ、そう。もう、やっぱそのクラン戦とかまでしたらさすがにすごいなんか、このクランはこうだったなとか、なんとなくはありますけど、ランクまで当たっただけだと、M27 が多いクランだなとか、縦 C4 クランだなとか、途中抜け結構されるなとか、暴言言ってくるなとか、そういう印象ぐらいしか持たないですね、大まかに。大まかな印象しか。でもさ、おぽこ、村人さんたちは結構印象に強くない？アカウント名的に。村人名。まあね。まあ、村人さんたちはもうだってもうね、ちょっと違うじゃん。別格だよね。ちょっと違うやん。デンクロプロジェクトとはまだ絡んでますか？デンクロプロジェクトと別に絡んでるってわけじゃないですよ。全員フレンドじゃないですし、別に。うん、あの時たまたまランクまであってね。そう、ランクまであって、ちょっと。そう。一個の企画として面白いかと思うんで、どうやりませんかみたいな。そしたら思った以上に冒険言わなかったみたいな、ね。ほら、ルアさんから100個いかなそうですよって怒られちゃったよ。これ50に変更だな。ほら。22個目いくぞ。よし、行こう。Okay. 誰がいいかな。アテルイさん、ピザクランで一番うまいのは誰ですか。やっぱね、ジャニーが思うにやっぱりオパコかな。ジャニーはね、これね、まあこれサーチ&デストロイに限ってくるんだけど、まあ一番サーチが分かりやすいかなっていう感じ。オパコの場合は。すごいなんか、なんていうの、今まで、経験を生かしたなんか立ち回り、すごいなんか、
マップも把握しててみたいな感じのすごいなんかすごい立ち回りかな。なんかジャーニーには思いつかないような。ごますってるとかわっしょいとか言われてるぞ。ごまなんか吸ってねえよバカ野郎、ごまなんて吸ってから何も出てこないんだよ。パコからは出てくるのはもう煽りしか出てない。煽りと暴言しか俺からは来ないから。もう一番うまい、一番うまい、一番うまいね。多分一番強いのは忍者さんなんですよ。強いのはうまいと強いって俺の中で違くて、そのあまあ確かにね、うん、そうそう、だからそのなんだろう、だからうまいって言ったら翔さんかな。翔さんでもまあモダン3で言えばダントツタイトンなんだけど、うん、ゴーストとかで言ったら多分翔さんになる。あ、タイトンさんの方がうまいんだ翔さん。え、いやもう全然、翔さんも自分で言ってる、全然タイトンの方がうまい、バカうまいよ本当に。そうあのそうかな、タイトンさんももう置いとこう、タイトンさん置いとこう、うん、そう、うまい強いっていうのだと、強いって言ったら忍者さん、うまいって言ったら翔さんかなっていう、そんな感じですね。じゃあ23個目いきましょうか。龍介さん、ピザクランのムードメーカーは誰ですか。23個目、まあこれも言わずと知れた、もう言うまでもなく、まあ銀婚だよね。そうだよね、やっぱり銀さんだよね。うん、ムードメーカー、まあいや、ある意味ムード作るっつったら俺でもあるかもしれないけど、俺と銀婚で、まあいいムードを作るのは銀婚、悪いムードを作るのはむしろ俺かもしれない。怒りっぽいから。そうかな、まあまあそうかな、うん、微妙だよね。うん、うん、そうだね、まあいい意味でも悪い意味でもムードメーカーは俺と銀婚かな。じゃあ24個目いこっか、ね。レミリアさん、ガンドックさんは AW に来ないんですか。あ、これ答えておきましょう。あのですね、うん、よくあの巷で噂のガンドック、あのピザクランの本当の隊長です。隊長です。皆さん知ってました、ピザクランの隊長って俺とか銀婚じゃないんですよ、忍者でもないんですよ、ガンドックってやつがいるんですよ実は。でそいつゴーストの動画2回出てくれてるんですよ。そいつ俺と同い年なんですけど、ゴーストの動画2回出てて、うん、そのやだよ隊長とかって言ったら叩かれるじゃん、めんどくさいよみたいな感じで全然表出てくんないんですよ。だから叩かれるのはお菓子の担当だろうみたいな。だからめんどくさいことは部下に押し付けるみたいな感じで、ね、そうお前が一番目立ってんだからお前が叩かれちゃうよみたいな。でなんとゴーストね、後半最後のその卒業のなんかみんなでピザクランでナイファー戦みたいなやった動画あったじゃないですか、うんうん、であれにガンドックに出てよと言ったんですけど出てくれなくて、なんでかっていうと、あごめんオパシ、俺半年ぐらい前に売ったんよって言われて。まさかのピザクラン、そうピザクランの隊長がねゴースト売るっていう、やばいよ、プレステージ3周ぐらいしかしないであいつ売ったからね。もう隊長ちゃうやん、もうそんなんじゃ。そう隊長一番雑なんだよ実はそこらへん。雑すぎるわ。そう、じゃあ24個目の質問いこうか。 OK、 あ流れるスピードが速いな。あエゴイストさん、ピザクランの最年長は誰ですか。だって最年長さ、最年長、これねついこの間まで俺だったんですよ。うんうん、俺とガンドックが同い年で24だったんですけど、あのまあこれはここで言っていい話か分かんないですけど、あの AW からリュウさんがうちに入ることになりました。あの縦の、縦バカ C4 で有名な、あのデンクロで有名な縦バカ C4 さん、縦バカ C4、 あの縦バカ C4 がピザクランに入るということで、リュウさんが俺より年上なんで、リュウさんが最年長になりますね。はい、リュウさんか、そうリュウさんが、いやきっとさらされるんだろうなとかで、そうだね、縦 C4 縦バカ C4 で動画実況者のくせにさら、なんか暴言言うというか言って2ちゃんで叩かれてる例の、そうリュウさんにこれいつも問い詰めてるんだけどね、そう実はやったんだろうって、いややってないですよ、いややってないですよみたいな感じで言うけどね。いやでもスリープさんも言ってたからね、あれ、うん、ね、スリープさんが嘘ついてるのかって言ったら、いやそれ嘘はつかないと思いますけどみたいなこと言ってた、きっと嘘だあれは。24個目いくよ、いくよ、okay.
Okay. 金沢さんからの質問。ピザクランで一番弱いのは誰ですか？だって。弱い。これね、これね、あの、俺が答えよう。忍者さんは言いにくいだから。Okay. これね、あの、自称ピザクランナンバーワン弱いってやつがうちにはいて、あの、銀婚なんですよ。銀婚。銀さん？銀婚。あの、なんでかって言ったら、銀婚の、あの、理想っていうのが、俺より弱いやつはいらないっていうのがピザクランのルール、あの人的な理想で。だから、あの人が一番弱くありたいんだって。あ、一番下でいたいのね、銀さんは。そう、一番下でいたいと。だから銀さんが自分自他ともに認める一番弱いっていうことになって、まあペロペロとか入れたら、まあそれはペロの方が全然弱いけど、まあそのなんか、まあ、でもそういうとペロが正規メンバーじゃないみたいだしな。まあそうだね、確かに一番弱いって言ったらある意味ペロかな。ペロとか、まあローラの方がそれは銀婚よりは全然弱いけど、まあその昔ながらの皆さんがイメージしてるピザっていうと、あの人が銀婚が一番弱いっていう体でやりたいと彼は言ってますね。うん、はあ、お、24個目、生ためさんって読むのかな、行くため生ためさん。今後の目標は、今後の目標はね、やっぱり、うん、スナイパー AW で極めてすごい動画を作ることかな。もうみんなが、うん、あっていうぐらいの、うおすげえみたいな感じの動画を作りたいな。モンタージュとかはでも作る気ないでしょ。いや、モンタージュは作らない。あれはね、なんか嫌だね、うん、一回作ってもらったけど嫌だね、なんか嫌だねとか言って、パッと来なかったかな、うん、ジャーニー的にはお前それ言って大丈夫なんですか。いやでもあれだ、あれじゃない、モンタージュ好きな人と、いや、モンタージュ見るのは結構好きだよ、ジャーニーはね、はいはい、でも作る側になるとあんまり好きではないかな。はいはいはい、うん、なるほど。でもまあ1本ぐらいは作ってもいい感じではいた、まあ記念みたいな感じでね、1本ぐらいはいいんじゃないかなみたいな。なるほど。じゃあ今後の目標、オパシは目標っていうか、もうこっから先は割と人数の話になるかなと思ってて、もうやってることは、コンセプトは多分このままで俺はいいと思ってるので、チャンネル登録者が、うん、2015年か来年、じゃあ AW が終わるまで、次の COD が出るまでに、何万だろうな、現在のペー5万。わお、わおでかいな、5万か、5万、大きく出た。10倍か、10倍。ちょっと、いやでもね、これまあ言っていい話なんですけど、 AW が発売されてからのこの1週間のそのチャンネル登録者数のペースの平均というのが、だいたい今100人ちょっとか100人ぐらいなんですよね。なんでそれがキープすれば365日で単純計算3万6000人いくわけだから、今から3万6000足したらまあ5万じゃん。だからまあこのペースを頑張ってキープ、もしくは伸ばしていけたら5万は超えるわけだから、5万人が、AW発売中の目標、 AW 中の目標かな。おー、結構大きいね。これはまた頑張らないとね、 AW 頑張んないとね。うん、そうだね、うん、じゃあ24終わりだっけ。じゃあ次25行こうか。25、ゆうやさん、とつなについてどう思いますか。とつなについて、とつな、いやーねー、とつなについて、まあサーチ&デストロイだったら、トツナは何やってんだよお前ってみたいな感じで目で見られるかね。どれを基準でトツナモードを選んだらいいんだろう。まあチーデスとドミネの、じゃあトツナ、うん、あ、でもドミネは露骨すぎるか。チーデスとドミネ、うん、まあチーデスにしとこうか。うん、まあフリーフォールとか、うん、まあ何でもいいよ。じゃあチーデスで、じゃあチーデスで絞って。トッスナについて、やっぱりかっこいいなぁと思うな、後ろ姿を見てると。後ろ姿、例えば自分がトッスナの、いや、そう、例えば自分がやってて、前にトッスナが走っていって、あ、敵が来たみたいな、それをパシューンって言って、うわ、かっこいいみたいな、この人みたいな感じで思っちゃうかな。うめぇなぁ。トッスナね、
あの俺はとつすなはあの人によりけりだと思ってます。だからその忍者さんのとつすながうまいのはわかるんですけど、あのキルレイ、まあすごい極端な表現ですよ、キルレイ1割るとか、もしくはその試合でキルレイ1割っちゃうにもかかわらずチーレスとかでとつすなして、あの5キル15ですとかやらかすんだとしたら害悪だと思います、その人は。なんで、とつすなは、できる人はかっこいいけど、できない人は、あの、ちゃんとプラベだったり、フリフォで練習しないとねって思いますね。できるようになったとき、一番かっこいいのはとつすなだと思います、確かに。だから、その、なんか、とつすなしていいのかなっていう、ちゃんと自分でその、判断っていうのはすごい重要かなと思いますね。ああ、判断ね。うん。まあ、なんかみんな質問ばっか書いてて、あの、俺らのコメントに対しての、なんか反応っていうのはあんまいただけないという。なるほどみたいな、なんかなるほどみたいなのがいただけるとちょっと話してるこっちとしてはすごいやりやすいんですけどね。じゃあ26個目いきましょう。はーい。おなるほどが来た、ありがとうございます。なるほど26個目。なるほどだらけでちょっと質問が来ないぞ今度は。ね、これ質問しちゃうの？なるほどが。いや、なるほどで埋まってる。26個目、ファングさん、ガンドック隊長はオパシさんより上手なんですか？あー、あとで、ダントツで一番うちで弱いですよ、ある意味。もうガンドックはもうなんか特別な、もうなんか、もう神格化された存在なんで、実力とか関係ないんですよ。もう絶対王者なんで、彼は。もう全然、ひどいですよ。絶対王者。クイックショットとか多分、一回もボット相手にですら当てらんないぐらい下手ですよ、正直。ガンドックは結構やばい。ガンドックさん覚えてないなー、プレイ。うん、結構やばい。チーレスのキルレは一応 1.2。 1.2、 うん、 1.2。 あ、まあまだ大丈夫じゃん。まあそう、まだ大丈夫なんだけど、うん、うん、AR 使えばまあ 1.2 は一応あるんだけど、砂とか使わせるともうやばい、ど素人ほんと。あ、もうもしかしたら下手したらゼロキルかもしれないっていうぐらいの、うん、だから砂戦ガンドクってやると多分30対2とかだと思うの、多分。ほんとそういうレベルの人。あ、うん、じゃあ27、見てくれてるのかな。いや、ガンドク見てないよ、絶対。興味ないもん、あの人、俺の。そうだよね。どうでもいいと思ってるから、やつは。じゃあ、27個目行きましょうか。流れ方やばいな。流れ方やばい。豆腐さん。AW のサーチャーのデストロイで一番気をつけていることは何ですか？豆腐さんからです。ジャニーはとりあえず、もう足音が、もうほとんど聞こえないから、とりあえず開幕でいかに飛距離取れるかっていうのを考えてる、今のところは。なあ、とりあえず開幕でつけるして、うん、 AW のサーチで一番気をつけていること、そのエグゾブーストーンをしっかり聞こうってことぐらいかな。あと不要にエグゾブーストを使わない。そうだよね、ブーストするとね、そう、音でかいから、そう、足音聞こえないからこそ、そのエグゾブーストがしたかどうかっていうのと、その方向をどんだけいかに聞けるかっていう勝負になってくると思います。うん、うん、そんな感じかな。じゃあ27個目いきましょうか。はい、27個目。たくやさん、ゴーストをやめそうになったことはありますか？あ、ルアさん、それ次いきますね。ゴースト、なかったかな、ゴースト。あ、いや、でもデンクロ C4 でボコボコにされた時は一回、もうやめてやる、こんなのゲオに行ってやるよってゴースト思って、なあ、やめようと思ったことはほとんどないじゃないですけど、そのアサルトキルストリークサポートクラスが出てきたときは、ああ、結局こうやって COD って廃れていくんだなと思って、バカらしくなってやめようかなって、ちょっとやめたくなりましたね。やっぱチーターがきっかけなんだよな、大抵。そのモダン3の時も透明が出てきて、どんなに頑張ったってさ、絶対透明には勝てないじゃん。勝てないからね。で、次第にはなんか透明が拡散していくときもあるからね。本当にね、だから。処理落ちするみたいなね。うん、だ処理落ちでフリーズしてキックされるならまだいいんだけど、その、うん、あのこれで皆さんにはねすごい覚えておいてほしいんですけど、あのですね、あの、ま、ピザクランって負けそうになったら途中抜けするって結構言われるんですけど、あの俺だってチーターがいる時以外は途中抜けしないんですよ、基本。皆さん聞こえてますか？
チーターがいるときは俺だって途中抜けするんですけど、チーター相手だとしても途中抜けしたら俺らってちゃんとレフトザゲームとかって出ちゃうじゃないですか。だからそこだけスクリーンショット取られて晒されたりもするんですよね。だから救いがないんですよね俺らって結構。だからチーターがいるロビーでも最近我慢しないといけなくて、だからその辺はきついなっていう。なるほど。辛いよね。途中抜けの件もね、昔ちょっといろいろあって謝罪したことがあるんだけど、まあ、それ以来はピザクランは途中抜けは完全禁止っていうことで、誰か招待してもみんな待ってますね、プラベとかで。そうだね。そうね。だからその途中抜けってさ、敵がする分にはありがたいことじゃん、割と。あのチーデスとかだとめんどくさいよ、3人を探さないといけないから。でもサーチでさ、相手が途中抜けすると、あ、なんか一人倒したぜとか言って誰か笑ってるじゃん、誰かが言い出してそうだね、誰々クリア、そう、誰々クリアとか言って、シックスオンスリーとか言って開幕からなんかシックスオンスリーとか言ってネタにするじゃん。だからまあそう俺そう途中抜けに対しては昔はちょっとそういうので認識が甘かった部分があって、ちょっといろんなご指摘を受けたこともありまして、まあ今現在うちのクラブは途中抜けは完全禁止ってことでやってますね。まあ相手がチーターの場合は途中抜けしてもいいって言ってますけど、まあそれでもやっぱさらされちゃうんですね。判断も難しい時もあるからね。難しいね。チートなのかっていう。そうね。俺だから皆さん知らないでしょうけど、俺ニコニコで一回途中抜けさらされてるんですよ、動画出されて。これすごいどこでも話したことないネタなんですけどね、ニコニコ動画でその動画再生数1万5000ぐらいいってんのかな。うわオパシ抜けてんじゃんとか言ってコメント欄ちょっと荒れてましたけどね。その時は俺動画上げてない頃だったんですけど、動画上げてない頃にあの俺と一緒にやってたフレンドが相手のめちゃめちゃ上手い人がいて、全部リスポン地点の相手にエイム置いてるんですよ。であまりにもエイム置かれすぎてて、多分あの人常時 UAV 出てるからチーターだよって言って、仲間が抜けようぜって言って抜けたことがあるんですよ。でそしたらなんかチーター認定されて途中抜けされたわらわらわらみたいな感じで動画にされて晒されちゃって、一回だから、まあ、だからその常時 UAV っぽい人に会ったとしても、俺らはもう今はもう壁抜かれない限りは我慢みたいな、露骨な壁抜き。だからもうね、結構その辺はそのターミナルのやつでフミヤさん、だからあれはちょっとね辛い。まああれはうちが悪いかなと思うよね。だからその異次元に上手い人ってさ、チーターとさ限りなく近いものじゃん。まあね、そうだよね。もう普通の発想じゃ出てこないことをしてくるからね。あ、だから俺を初めて忍者さんとやった時、俺忍者さんのことチーターだと思ったし、そうだからもう迷惑、迷惑だよ。そうだからあれはあのそのニコニコ動画に動画を上げられてる方があまりにも上手すぎて、あの俺のフレンドが、チーターだと判断したため抜けて、それが一回晒されたことがあります。はい、そういう過去もうちにはありますね。あ、でルアさんが待ってるんですよ。28個目ってことにしよう。28個目、ルアさんから、 COD をやってる女性プレイヤーについてどう思いますか。ジャニーはね結構いいと思うよ。あのやっぱりね、男性が多いからね、男性が多いとなんか男衆みたいな、すごいなんか分かる相撲部屋みたいな感じでね、そこに花がこうあったみたいな感じでいいと思うよ結構ジャニーはね、なるほどね。女性プレイヤーについてどう思うか、まあすごいね、かわいそうだなって思うこともいっぱいありますよね。俺一緒に女性とやってても、なんかいろんな人に声かけられてて、あ、めんどくさいだろうなって思うこともありますし、ただそのなんかその今現在その FPS が男がやるものっていうのを認識されてると思うんで、ちょっとなんか女の子としては参入しにくい業界だなって思うんでちょっとなんか割とかわいそうっちゃかわいそうかな。もっとなんか男がやろうが女がやろうが構わないみたいな、その例えばだけど男が化粧してるって言うとさ、うげって言われたりするじゃん。確かに。そう、え、こいつお前男なのに化粧してんのみたいな。でもそれが例えばだけどスマップの皆さんとか嵐の皆さんとかだって、どうせドラマとか出る前には絶対してるわけだし、僕らもプライベートでしてますよっていうのがどんどん一般化されてくればさ、変わるわけじゃん。男もむしろ化粧してさ、肌綺麗なふりした方がいいはずじゃん、ある意味。俺はしないけど、まあね、そりゃそうだよ。そう、まあ、ブラックマヨネーズみたいなね。やめろお前それ、下手なこと言うのは怖いから。
あ、危ない危ない危ない。爆弾に突っ込むところだった。やめろお前、放送事故った時俺は知らないからな。で、まあそういうので、まあなんか COD も男女関係なく楽しめるようになって、日本全体でもっと流行ってほしいなと俺は思いますね。で、流行れば流行るほど俺の再生数が伸びるということで、ちょっと美味しい思いなできるなという。やめろよそれは。そうだってさ、知ってる？あれ BO2 って日本国内だと200万本とかしか売れてないじゃん。だけどあれ、そう、日本全体で200万本とかなんで、確か100万とか忘れたけど、うんうんうん、だけどあれ海外だとさ、あの3000万本売れてんだよ全部で。3000万本だよ。だからその3000万本の人と200万本じゃもう分母が違すぎて、俺の動画を見る人っていうのは結局200万の中からしか勝負できないわけじゃん。だからそれがちょっとね、あの、そうだから、例えばだけど超極端な話、パマジさんが日本人だったら100万人いってないと思うんだよ俺は、絶対に。わかる？ああ、まあわかる。そう、分母の問題で。だからあの、まあ俺が英語喋れたらなと思う時もあるし、まあ根本的に日本全体でもっと流行ってほしいなとも思いますね。うん、